次に GNN の応用例について見ていきます。 GNN は先ほど紹介した図ですけど、さまざまなドメイン、事例にさまざまな応用例があります。この一番右のデータとタスクの列を見ると、下線部が引いてある単語がいくつかあるんですけど、これがグラフです。こういったさまざまなデータセットを、データを使って、さまざまなタスクを解くことができます。そのうち論文などのベンチマークでよく使われるデータとして、例えば論文の引用ネットワークがあります。これを使った反響したりノード分類が、よくベンチマークとして使われます。他にも、分子やタンパク質のデータセットを使って強子ありグラフ分類をしたり、もしくはソーシャルグラフのクラスタリングやリンク予測といったものが、データセットとしてよく使われるものかなと思います。また最近出てきたものとして、オープングラフベンチマークというものがあります。これは GNN のためのベンチマーク集で、データセット、データローダー、イバリエーター、リーダーボードといったものが用意されています。なので、モデルさえ用意して学習してあげれば、ベンチマークができるといったものになっています。で、このベンチマーク、ベンチマークでは、タスク、ドメイン、スケールの3方向でいろんなバリエーションのデータが用意されています。次に具体的な応用例について見ていきます。今回は 3D 関連の応用例について紹介しようと思います。まず、姿勢推定というものの応用例を紹介します。ホープネットというものがあるんですけど、これは画像から手と物体の姿勢を推定する研究です。この時、手と物体の姿勢というものはグラフで表現できます。この手法では、まず画像から 2D キーポイントを予測します。これは手の各関節のキーポイントですね。で、これ自体はレジネットを使って行うんですけど、この後この 2D 姿勢、手のキーポイントをグラフとして扱って、グラフコンボリューションに通すことで、この推論した 2D 姿勢をリファインメントします。また、この 2D の姿勢を 3D の姿勢に変換する際にも、GCN ベースのグラフユニットを活用しています。また、反動グラフ CNN という手法もあります。この手法は、画像からメッシュを経由してから手の姿勢を推定するような研究になっています。この手法では、画像の特徴量からメッシュを推定する際に GCN を活用しています。また、3D メッシュ生成に GCN を使うというような例もあります。例えば、ピクセル2メッシュという手法では、1枚の画像を入力として 3D メッシュを生成します。この手法の特徴的な点は、まず楕円球状のメッシュをグラフとして用意してあげて、このメッシュに繰り返し GCN を適用することで、頂点を変形していき、最終的に物体のメッシュへと変形していくような処理です。また、ポーズ2メッシュという手法もあります。これは 2D ポーズを入力として 3D メッシュを推定する研究です。この研究ではまず 2D ポーズが 3D ポーズを推定します。この後 3D ポーズが 3D メッシュを推定するんですが、この時にチェブネット GCN を活用しています。このポーズ2メッシュもピクセル2メッシュもそうなんですけど、最初に頂点数の少ない粗いメッシュというものを推定してから、それをアップサンプリングしてあげて、さらに GCN に通して、徐々に高精細なメッシュを推定してあげるというのが GCN を使ったメッシュ推定でよく使われる手法です。他にもいろいろ課題や動向があるんですけど、今回は GCN を深くするということについて紹介しようと思います。まず GCN を深くするモチベーションなんですが、GCN ではワンホップの情報を集約するというような、正確には GCN レイヤーは、1枚のレイヤーでワンホップの情報を集約するような仕組みになっていました。そのため、離れたノードの情報を集約するためには、レイヤーを重ねていく必要があります。
一方で GCN のレイヤーをどんどん重ねていくと、オーバースムージングやオーバースカッシングと呼ばれる現象が発生することが知られています。オーバースムージングという問題は GCN の層を積み重ねていくと、すべてのノードの特徴が同じような値に収束していってしまって、まあ、ノードの区別がつかなくなると。それが原因で性能が低下していくというような現象です。この右の図を見るとわかるんですけど、この図では、いろんなデータセットに対して実験していて、横軸がレイヤー数で縦軸がアキュラシーになっています。どのデータセットでも、まあ、トレインバリッド、トレインテストともに、レイヤー数が2もしくは3のあたりで性能がピークに達して、それ以上レイヤーを増やすと、逆に性能が低下していってしまうというような現象が起きています。これがオーバースムージングです。このオーバースムージングの対策として、いろんなものが提案されていて、単純なものだとスキップコネクションを入れると改善するといった報告や、もしくはオーバースムージングを緩和するための正規化や正則化がいろいろ提案されています。もしくは、グラフの入力信号をローパスとバンドパスに分解して処理してあげることで、オーバースムージングを防げるよというような研究もあります。オーバースムージングと似たような問題として、オーバースカッシングというような問題も最近報告されました。GCN では層を積み重ねると、どん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 遠くのノードの情報までも集まってくるんですが、その情報っていうのは一つのノードに集約されていきます。で、レイヤーを重ねると、この集約される情報っていうのは指数的に増大していきます。一方で、集約される情報が増えても、各ノードの特徴量というものは固定ベクトルなので、いっぱい情報が集まってきても、それが固定ベクトルに押し潰されちゃうことで性能が低下しますよというような、そういった現象がオーバースカッシングです。この現象の対策として、GN レイヤーの最終層で、すべてのノードを接続するというような処理を施すと、改善するということが報告されています。最後に GCN の計算について見ていきます。これは GCN レイヤーで、下の表が GCN レイヤーのフォワード時の計算量です。時間計算量と空間計算量について、表に載せています。密行列と素行列というのもあるんですけど、密行列っていうのは普通の隣接行列で、素行列というものは、この密行列の、ゼロの要素が、ゼロの要素というものを扱わずに、ゼロでない要素だけを扱うというようなやり方が素行列です。グラフニューラルネットで使うようなデータセットっていうのは結構、そのグラフが素であるパターンもあるので、そういった場合は、ゼロでない要素だけを扱う素行列で演算すると、効率的になることがあります。これ計算量について具体的に見ていくと、密行列で扱う場合は、時間計算量も空間計算量も N2 乗という項が現れています。N というのはノード数なので、グラフが大きくなってノード数が増えると、この N2 乗っていうのは支配的になっていきます。一方で、素行列にするとこの N2 乗という項は、行列の非ゼロの要素数に抑えられていて、N2 乗の計算量を回避できています。ただ一方で LNF というレイヤー数かけるノード数かける特徴の次元数という項もあって、これは GCN を深くしていって、レイヤー数が大きくなったりとか、深い GCN で大きなグラフを扱うといったときに、この LNF というのが支配的になることがあります。そういった中で GCN の計算に抑えるというような手法もいくつか提案されてきています。例えば、先ほども紹介したグラフステージという手法では、ノードをサンプリングしてから処理していました。ノードをサンプリングして処理することで、この空間計算量のうち N というものを、R の N 乗 B、レイヤー数かける N というものを R の N 乗 B というものに抑えられています。
またはクラスター GCN という手法もあって、まあ、これはグラフをクラスタリングした結果をバッチとして処理するというやり方なんですけど、ノード数を、まあ、クラスタリングした後のバッチサイズに抑えることができています。他にも最近では1000レイヤーの GNN を学習するというような研究も出てきています。その前に空間検査量について、空間検査量についてもうちょっと詳しく見ていくと、この素行列の時に、この LF 事乗っていうのはパラメータです。この右の項 LNF っていうのはフォワード時に必要なメモリです。この時 LevGNN という手法は、誤差ギャグ電波時に必要な中間結果の出力の保存っていうのを不要にすることで、この空間検査量のうち、フォワード時に必要な LNF から L という項を削除して NF にしています。また、DECGNN という手法では、このパラメータをレイヤー間で共有することで、この空間検査量からのうち、パラメータの項から L を減らして、まあ、F に乗とすることで、まあ、大幅に空間検査量を、まあ、減らすことができています。こういった工夫を加えて、非常に深い GNN を学習すると性能が向上するということが報告されています。最後にまとめです。GNN はグラフを扱うニューラルネットワークの総称で、グラフやノードの表現を学習します。GNN の具体的な手法として、スペーシャル GNN やスペクトラル GNN の流れがあって、そういった流れが GCN で合流し、その後様々なスペシャル GNN が登場しています。また、今回は GNN の応用事例として 3D 姿勢やメッシュ関連の研究を、最近の動向としては深い GCN に関する研究を紹介しました。今回はイントロ的な内容でしたが、さらに詳しく知りたい方は、最初の方でも言及したサーベイ論文について当たってみるのがおすすめです。以上です。ありがとうございました。